ミニエーストは、トヨタ自動車工業が生産し、トヨタ自動車販売が販売していた、小型トラックバンワゴンである。形式は、アップ100型。販売店は当初パブリカ店のみの1000倍となっていたが、1968年4月以降より、トヨタオート店でも販売された。1967年11月に、排気量 800cc の空冷水平対向に起動。 オフエンジンである 2UB を搭載した小型トラックとしてミニエースが発売される。車両寸法はベースのパブリカと同等で最小回転半径は3.9メートルと軽自動車並みの取り回しの良さが武器。その一方軽トラックの最大積載量に対し 150kg マッサル 500kg の最大積載量のキャパシティとアドバンテージがあった。 製造はこの年に竣工したトヨタグループのトヨタ自動食器長草工場が担当した。エンジンはパブリカの商用車、パブリカ版トラックと同じに UB 型で、最高出力は 36PS。トランスミッションとデファレンシャルギアのギア比はそれらと同一であるが、エンジンはパブリカ版トラックよりもある程度低回転域のトルクを充実させたセッティングとなっている。なお、 最高速度は、この当時のメーカー公評値で、時速 110km となる。荷台には低床、高床のほか、ホロ付き、鳥居付き、パネル版等もラインナップ。当時の小型トラックはおおむね価格が40万円、前後であったが、ミニエースの32.8万円という低価格は、大きなセールスポイントとなった。1968年2月には、ハイエースの小型版として、 ワンボックスタイプのボディを追加、ミニエースバンと7人のリワゴンのミニエースコーチが追加される。1969年10月に最初のマイナーチェンジを実施。フロントウィンドシールド下のベンチレータースリットの大型化及びラジオアンテナ下にサイドターンシグナルランプが追加装備され、他には助手席にシートベルトとヘッドレストの標準装備化、4ウェイハザードランプの新設。 各ランプ類の別系統ヒューズ化が施された。これに伴いトラックに上級グレードのデラックスが追加。1971年3月には2度目のマイナーチェンジを実施。フロントウィンドシールド下のベンチレータースリットが廃止され、フロントターンシグナルランプのレンズ部分の色がクリアからアンバーに変更となった。空冷エンジンを搭載した車種ゆえに、 昭和50年排出ガス規制を達成することができず、1975年12月をもって販売を終了。軽自動車を除く日本の自動車用空冷エンジンの歴史はミニエースの終焉をもって幕を閉じた。以後このクラスのトラックは1982年の鈴木ジムニー0ピックアップまで、一方の1ボックスワゴンも1983年の スバルドミンゴまで日本国内から姿を消し、トヨタのリッタークラスの1ボックスワゴンは2000年10月登場のスパーキーまで25年間不在となる。この手の白ナンバー最小1ボックス及びトラックは1976年に軽自動車の規格が拡大されると維持費、特にトラックとンの各商用では軽の永年2年車検に対して永年1年車検である。 ことから、需要が、大幅に激減してしまった。乗用も、1983年のスバルドミンゴ、登場まではなく、またドミンゴを含めそれ以降に登場した車種もすべて、軽自動車のボディをもとに拡大したものになった。トヨタ内では、ライトエースが、エントリークラス向け小型1ボックスキャブオーバートラックに位置付けられた。ライトエース自体は1970年から、 発売されていたが、1976年にタウンエースを追加し、従来のハイエースライトエースミニエースの構図を、ハイエースタウンエースライトエースに置き換えている。さらに2011年12月には、トヨタ初の軽商用車として、ダイハツハイゼットの OEM 車種のピクシストラック、およびピクシス版をそれぞれ投入した、トヨタロゴ付きの大型ガーニッシュで封印。 足元のベンチレーターは残地。ありがとうございます。